どうも、激辛ジョニーです。今日もみんなの心に火をつけちゃうぞ。やってきました。はい、というわけで今回ですね、神奈川県小田原市にあります小田原タンメン総本店さんにやってみました。こちらですね、まあもうその名の通り美味しい美味しいタンメンが楽しめることで今回やっていくんですけども、なんとこちらに激辛メニューがあるということで今回やってきました。そちらのメニューがですね、辛タンメンと言われまして、韓国唐辛子とかその他いろいろ唐辛子を使ったメニューなんですけれども、激辛薬味を足せばもっともっと辛くできるということで、今回ねこちらのお店の激辛マックス辛さレベル3に挑戦していきたいかなと思います。それでは早速中に入っていきましょう。レッツゴー。神奈川県小田原市にある小田原タンメンは、日本テレビで放送されている人気番組秘密の県民賞にも紹介されたご当地グルメだ。ボリューム満点のタンメンと餃子が人気で、この2つの組み合わせはタン餃とも呼ばれています。今回はピリッと旨辛な辛タンメンに激辛味レベル3を足して激辛仕様にして挑戦します。主な辛味はこちらの韓国唐辛子と辛味噌を加えています。通常の辛タンメンと比べても見た目がいかにも辛そうです。さあ、お手並み拝見。こちら来ました、辛タンメン激辛レベル3ということで、普通の通常の辛タンメンと見比べてもいかにも辛そうなんで、早速食べていきたいかなと思います。今回も、勝手にセルフチャレンジということでね、20分以内の完食を目指して頑張っていきたいかなと思います。はい、いただきます。じゃあ行きましょう。じゃあちょっとね、まずスープからいきます。いただきます。スープどんなもんかいってきます。いただきます。うん、ものすごい破壊力だ。ちょっと機械に入ると危ないね、これね。韓国唐辛子の辛みがじわじわきますね。麺はもちもちで歯応えぼっちしですね。野菜たっぷり。ちょっとこの激辛薬味合わせて食べてみましょうか。あれ、これ結構量も多いですからね。うん、口がビリビリにしびれてくるぞ。これ野菜がいっぱいですね。人参、もやし、キャベツにニラ、そしてかまぼこ、ニンニクも入ってますね。これ食べれば野菜いっぱい摂取できると、体にも優しいメニューでございます。うん、スープのベースはね、これ豚なんですけれども、辛味噌、赤味噌を足していることによってね、奥深い味わいになってますけど、辛いぞこれ。どこほじくり返しても真っ赤っかですよ。似てんのこれ。口の中ビリビリにしびれますよ。10分、
るわずか。これ逃げんのか。これ最後このスープ飲み干してこの激辛バトルにケリをつけたいと思います。あと5分、じゃあ行けば行く。これからどういうことだ。ごちそうさまでした。記録19分30秒ということでね、ギリギリ勝手にセリフチャレンジ成功ということでね、野菜もしっかり取れて、なおかつね辛さもしっかりドカンとくるタンメンでございます。本日の辛さレベルを発表していきましょう。小田原タンメン総本店さんの辛タンメン激辛辛さレベル3、辛さレベルジャラララジャン辛さレベル 6.5 です。おめでとうございます。6.5 です、はい、ハバネロとかそういった激辛唐辛子を使ってないんですね、まあ韓国唐辛子とか、まあ、そういった唐辛子を使ってたので非常にまあ食べやすい辛さですね。辛いの苦手な方は、まあ、ちょっと辛さレベルが選べるんで、それに合わせて挑戦してみてはいかがでしょうかということで、今日も行きましょうか。お便りコーナーということでね、とよくわからないコメントが来てるんで最後読み上げていきたいかなと思います。ペンネームゲットシェイクさん、なんで辛さレベル 6.5 なのに額に大量の汗かいてるの？実は額に霧吹きかけて汗かいてるように見せてるんでしょ？わかりますよと。もう分かってねえな。霧吹きかけてねえから。ナチュラルですよ。僕の汗は霧吹きではございません。ペンネームクリキンリスナメールさん、甘さレベル 6.5 なら子供でも手を出せますね。決してくれぐれも小さな子供には手を出さないようにと。おい、甘さレベルってなんだ。激甘ジョニーじゃねえんだ俺は。しかも小さな子供には私手を出しません。変態か。やめてくれ。ペンネーム味方正義さん、中華丼3つ。え、うち中華丼屋じゃないわ。